大江義塾は、徳富祖峰が1880年に、同志社営学校を退学して家族が住んでいた、熊本県、宝卓郡大江村に戻った後、1882年3月に自宅で開いた私塾。1886年12月に、大江家が東京へ移るまで、4年10ヶ月にわたり、存続した。自由民権運動の影響を受けた、いわゆる、民権私塾の一つとみなされる。 祖法は、現代の日本言葉にて、現代の学問をすることを標榜し、漢学や英学をはじめ、史学、文章学、経済学など、数多くの教科を自ら教え、体制自由主義を歌い、実学教育を行ったとされる。祖法の父である、徳富和隆も、漢学を教えた。塾生は百名を超えることもあり、県外から来る者も,もあった。大江義塾には、 祖宝の弟である、徳富呂家も学び、また、宮崎東天などが輩出した。祖宝は、著書、将来の日本が成功すると、大江義塾を並行して上京したが、歴史学者の色川大吉は、祖宝にとっては、大江義塾は、彼の出世の踏み台であったと評している。当時、大江義塾の教場として使用された徳富家の家屋は、徳富家が熊本を去った後も、 同家の演者によって維持され、1962年に熊本市に寄贈された。大江義塾跡は熊本県指定史跡となっており、建物は徳富宮廷として熊本市指定有形文化財となっている。現在、宮廷の敷地は徳富記念園として一般公開されており、敷地内には1960年代に明治100年記念事業として建設された展示施設、 徳富記念館が設けられている。敷地内にあるカタルパの木は、もともと、新島城が、アメリカ合衆国から持ち帰った種子から育ったものの、代替わりである。ありがとうございます。